和竿。和竿とは竹に漆を塗って作られた日本の伝統的な竿である。釣り道具ということにとどまらず、竿師と呼ばれる職人が技巧を尽くして作った伝統工芸品である。黒鯛釣りも江戸時代から受け継がれた竹竿の文化があります。数千本から選ばれた竹たちはそれぞれ個性があり、釣り味も変わります。和竿って竹だから折れそうだし弱そう、そんなワードを払拭したいと思います。やばくないですか。すごいじゃなくて、すごいじゃなくて、網貸して。立場逆、じゃ立場逆転っすね。だめだめ、逆転だ。これどうやってやるんですか。いいっすよ。やばいっすよね。え、どうですか。わかりました、入れてあげますよ。入って。さあ、行くぞ。星が見える。